イグリーズ・エラ・サント・トリニテ、2008・サント・トリニテ、教会は、パリ旧区にあるキリスト教ローマ・カトリックの教会。エスティエヌドルブ広場、ブランシュ通りの支店、サン・ラザール通りと諸世コール・ダンタン通りに面する。サント・トリニテとは、生産密体を意味する。建築家、テオドール・バリューの設計。ジョルジュオスマン男爵の命により、6年間で、 豪華な装飾にもかかわらず当時の貨幣で400万フラン弱と非常に経済的に建てられたが建物はその印象を損なっていない。教会が建設される前の土地は豪華レストラン、グランドパンとの所有だった。教会の名はメトロの駅名トリニテトリニテになっている。1869年アリスティド・カバイエイコール・コルにより作成。ただし、ネカンブは パリコミューンにより非常に被害を受け、後に作り直した。アレクサンドル・ギルマンがオルガニストを担当し、このオルガンを用いて多くの作品を作曲した。オリビエ・メシアンは1933年から彼の死の1992年まで教区のオルガニストを務めた。ありがとうございます。